輩と二人で帰るのってなんだか久しぶりですね。あの先輩その最近調子はどうですか？私でよかったらぜひ。本当ですか？先輩にそう言っていただけるとすごく嬉しいです。同好会の皆さんのステージを見ているとすごく刺激をもらえるんです。私だったらこうしよう、あの表現の仕方は私にはなかったとか、パフォーマンスを見ていろいろ参考にさせてもらってるので。そんな、私なんてまだまだです。あ、この音。そうみたいですね。あの先輩、今度の週末一緒に夏祭りに行きませんか？ダメですか？よかった、断られたらどうしようってドキドキしちゃいました。はい、私当日浴衣着ていきます。先輩に見てほしいんです。二人でお祭りいっぱい楽しみましょうね。